はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のイベントの情報と新キャラ情報来ました。見ていくんですけども、こちら予告、5月20日金曜日、ついにジャンプ地にあの男がやってくるというわけで、見ていくんですけども、こちらと、ゴールデンウィークも幕を閉じ、普段の生活に戻って5月病になっている皆さんにあの男がやってくるというわけで、優れた頭脳にコミカルなキャラクターといえば、超最高なあいつというわけで、どの作品のキャラか当ててみてくださいっていう感じなんですけども、皆さんこれだけで分かった人います？僕はね、まあ、ジャンプ知識全くないんで分かんないんですけども、次のイベント何が開催されるかっていうのはもう決まっております。4周年にロードマップが公開されているんですけども、その情報によると、5月後半は武装錬金なんですよね。なので、まあ、おそらく武装錬金の中にこういう超のキャラクターがいるんですかね。もしそれでいいひんかったらガチ誰やねんって感じじゃねんけど、まあ、おそらく武装錬金大特秀才の新キャラになってるんじゃないかなと思いますね。僕は一目見た時にハンターハンターのシャウアプフかなと思ったんですけども、あとアゲハントかなと思ったんですけども、まあ絶対に違うというわけで、まあ武装錬金大特秀才が来るという感じになっております。武装錬金僕は全く知らないんで、まあ次の大特秀才は、まあ、皆さんのコメント欄等々でね、なんか勉強にしていく、まあ、大特秀才にしようかなと思うんですけども、答えはあさっての12時にお知らせにて発表というわけで、まあ5月20日から行われる大特秀才なんで、まあおそらく、まあ5月20日かどうかわかりませんけども、まあおそらく20日から来るんですよね。まあなので、まあ6月1日とか2日ぐらいまでの、まあ1週間ちょっとのちっちゃい大特秀才にはなるとは思うんですけども、まあ来るというわけで、まあ誰かわかりません僕は。はい、コメント欄で待ってますわ。